3番手から5番の峯茂雄之介、先に一取り動いていきました。5番の峯茂上がって、その上を九州勢、9番の下木浩二が並んでいきます。短期1番の市本隆二がこの九州勢に乗りそうな感じでしょうか。切った5番の峯茂の狙いはどうか。9番の下木浩二、ジャンで抑えていますが、2番の志原の位置でどうだ、粘るのか。5番の峯茂雄之介、緩んだところを6番の山田淳二がかましてくる。最終周回です。9番の下木の後ろは競りになっている。最終周回、この間にホームかましは6番の山田、短期3番の山田哲也も乗っています。3番手、そして1番の市本隆二乗り換えて4番手、その後ろは5番の峯茂雄之介切り替えての5番手。2コーナー回ってバック、下木はちょっと苦しくなった。バック3番手からは3番の山田哲也、まくっていきますが伸びはどうか。後ろは1番の市本隆二で3コーナーカーブ、先行6番の山田淳二、まくってくる3番の山田哲也、2番手アウト、乗ってくる1番の市本が大外伸びてくる。4コーナー回って直線です。先頭は外目から1番の市本隆二が抜けてきた。1番の市本1着で五輪です。はい、市本お疲れ。短期の方がそれに続いてたら、ごちゃつくぐらいならもう箱にと思って、申し訳ないですけど。かなり足を消耗するレースだったと思うんですけど、かなりきつかったです思ったより目が悪くて、山田純次君が強かったですね。でもまあ作戦通りで優勝戦になれたんで良かったです。ちょっとホームで8、はい、6番か場合に切り替えるのがちょっとしんどかったですけどね。ですね。あとはもう、はい、まあちょうど行ったところが山田君がおって待ってくれんかなと思って。あ、そのあれがまたうまい具合に、まあ今日たまたまだけホームで追いついた時に、はい、ちょうど3番の後ろだけ、はい、行ってくれと思ったんですけど、はい、まあ、行ってくれだけだと、で、ね、見事に捉えてって形になりました。そうですね。6番結構踏み直して、うん、3番のこの山田さんですか、ちょっと合わされ気味だったけどですね、うん、どうなるんだろう、この上を下沖ぐらいが足つこうと ないまま5番手ぐらいにおったら来るかなとか思って。